勝の稀勢の里、今場所初めての大関戦です。初日から白星を5つ並べています稀勢の里。琴欧洲は4日目に黒星がついてしまいましたが、昨日勝って連敗はしませんでした。西方稀勢の里西前頭3枚目茨城県牛久市出身鳴戸部屋東方大関琴欧洲ブルガリアベリコタロノボシ出身佐渡ヶ嶽部屋。過去23回の対戦は琴欧洲の16勝、稀勢の里7勝、このところは琴欧洲が5連勝中です。稀勢の里が勝ったのは2年前の九州場所まで遡らなければなりません。まずは西野リポーターの太田さん、はい、稀勢の里は、この琴欧洲に対してどんな考えを持ってますでしょうか。何回もやってですね、相手も分かっているだろうし、こちらもどうしたら勝てるかというのは分かっているつもりだと言いましたね。ただその内容についてはですね、まあ、私3時頃支度部屋を訪ねましたが、はい、まだ言えないよというふうに言われてしまいましたが、まあ、狙いはもうすでに定まっているようでしたね。なるほど。今場所ここまではですね、あれこれ考えずに相撲を取れていると、はい、腹を決めて取れていると言いましたね。それはどうしてですかと聞きましたらね、しばらく考えた後にもちろん前場所を思い切り行こうと思っているけれども、やはりなかなか結果を出せていないという気持ちもありますねと、今場所にかける強い気持ちもですね少し伺わせていました。なるほどですね。当然上という気持ちも持っている稀勢の里、入門後しばらくは出世争いを繰り広げた大関琴欧洲戦。さあ制限時間いっぱいになりました。今は番付面では差をつけられていますが、琴欧洲相手には特に燃える稀勢の里、全勝の稀勢の里、白鵬についていくことができるか。大関も序盤、そしてこの中盤で2敗を喫するわけにはいきません。制限時間いっぱい。琴欧洲踏み込んだ、先に右の上手、琴欧洲が攻め立てる、稀勢の里残しました、一旦は残した。琴欧洲右の上手は1枚引き直す、まだ1枚です。もう一度琴欧洲の攻め、寄り倒し、琴欧洲の勝ち。稀勢の里敗れました。この段階で全勝は白鵬ただ一人。大関が自分の相撲を取り切りました。琴欧洲5勝1敗。ただいまの決まり手は全勝の稀勢の里を引きずり下ろしました。寄り倒して琴欧洲の勝ち。これで白鵬がただ一人全勝、1敗はもうこのように10人という状況に変わっています。稀勢の里今日は腹を決めて土俵に上がったはずですが、小車さん、はい、まず今日の相撲いかがですか。稀勢の里もね、頭で行こうとしてるんですがね、琴欧洲の踏み込みが良かったですよね。右の上手が早かったですね。スピードありましたよね。ですから稀勢の里が立ち合いに一歩も踏み込めてないですよね。あとは姿勢に回ってしまいましたね。この右からのこの攻め、この右が効いてますよね。厳しい相撲でしたね。
あの稀勢の里はどういくかはもう決めているという支度部屋での話でしたが、はい、やっぱ当たってね、左四つ寄っていきたかったんでしょうけどね、その当たり負けしてしまいましたね、はい、ですからそこからのもうその後の流れがね、全部後手後手に回ってしまいましたね。それぐらい今日の琴欧洲のこの立ち合い、はい、鋭くて踏み込みが良くてですね、まあ会心の一番じゃないですか。そうですね、はい、まあ気良くしてるでしょうね今日はね。